映画静かなるのん完成報告会見を行ってまいりますどうぞよろしくお願いいたしますお願いしますいはたくさんの方が取材にいらっしゃっておりますので早速作品が完成したばかりですので皆さんの思いを込めてですね一言ずつご挨拶をいただきたいと思いますまずは主演になります昼はサラリーマンの装飾系男子で夜は暴力団総長の2つの顔を持つ近藤静也を演じられました伊藤健太郎さんです はい、えー、近藤静江を演じました。伊藤健太郎です。あの、自分としてもすごくあの歓声が楽しみな作品というか、まだ僕もえ前編出来上がったものは全て見れてはいないんですけれどもすごく楽しみな作品ですので、皆さんにそれがお伝えできたらいいなと思っております。今日は短い時間ですけれども、どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 続きまして、静也が思い寄せる同僚、秋野明美を演じられました。加計美和子さんです。はい、ええー、秋野明美和子を演じさせていただきました。加計美和子です。えー、個人的にもすごくあのいい経験をさせていただいたなという思いが強くって、本当に濃厚な撮影期間でした。あの完成したあの作品を皆さんに、えー、多くの人に。 見ていただけたら嬉しいなと思いますので今日はよろしくお願いしますありがとうございます続きまして本作の総合プロデュースを務め静也を陰ながら支える井の首甲子郎を演じられました本宮康風さんです、えー、井の首甲子郎役の本宮康風ですよろしくお願いしますえっと劇中では静也の教育係みたいなことをし,しておりますが えー、プライベートでは伊藤健太郎の教育係をしようと思ってます <laughs> <laughs> よろしくお願いしますどうもありがとうございます <laughs> ではスチールの方々フラッシュなしにここからよろししくお願いいたしますいやあの本当にこれが、ね、ついに5月に公開を迎えるわけでございますけれども「静かなるドン」というと昭和の本当にこう人気の漫画が今回令和版として映像になったわけでございますけれどもどうですかこれに挑むということでどんな思いがありますか いや僕はあの静かなるドンという作品はまあ名前は知っていて実際にすごく触れたことがあるかというとそうではなかったんですけどあのそんな世代ではない僕も知っているような有名な作品にそして今度、静か役として出させていただけるというのをお聞きしたときはすご,すごく素直に嬉しかったですしすごく気合いを入れて現場に向かいましたね元宮さんとも初の共演になるんですよね。はい、そうでですね、はい、はいかかがでしたか いやでもあの本当に、なんて言うんだろうこんなこと僕が言うのも失礼ですけど頼りがいがあるというかあの細かい部分だったりとかいろんな部分あの教えていただいたりだとか所作だったりとかそういう部分はすごく頼らさせていたただきましたね,ね、はい、もう本宮さんといえばね日本統一の方でもございますので今回この令和版の静かなるドンの伊藤健太郎さんとの共演はどんな思いでしたかまずその伊藤健太郎がどういう俳優なのか。 と,いうところから始まったんですけど役者としてのセンスが素晴らしかったのにまずびっくりしてそれをやっぱどう生かしていくのかっていうところがこの作品のテーマでもあったりしてそれがう,、まあ、うまいことあの映像の方にも出てると思うので。 僕もちょっと仕上がりを楽しみにしているところです。はい、ありがとうございます。家計さんはいかがでしたか。この静かなるどんな世界に入るっていうのは。そうですね。あの本当に長年多くの人に愛されている作品なので、なんかこうちょっとなんてプレッシャーというか、あの秋の明美というその役人物自体もファンがたくさんいますし。 っていう気持ちになってしまいそうだったんですけど、あんまりこう。なんて言うんですかね？今までのイメージとかえ。何 <laughs> でしょうか <laughs>？あんまりあの臆せずに、あの自分自身のえー、明美を作っていけたらなと。あの今回の作品自体もあの現代に結構寄った。あのー。 現代版というか、はい、な部分もあるので新しいで「明美像」でチャレンジししてみましたありがとうございます。本宮さんはもちろんその昭和の、ね、映像化されたのもご存知だと思うんですけど、はい、これが令和版になったっていうのはどういうふういいふに思ます本当に僕らの世代はドストライクの年代なので作品の大きさも分かってますし。 そういういプレッシャーの中でそれをかつ令和版にこうブラッシュアップするっていう難しさはあったんですけどまあ監督含め制作陣で何度もあの台本打ち合わせみたいなことをして本を作り上げてまあそれから撮影クランクインしたのでまあそこそこの。 自信を持ってインしたつもりでではあるんですけど、まあ、うまいこと現代版になってるかなとは思うんですけどいや本当にに、ね、デザイン会社に勤める静也あそあの原作の下着メーカーに勤めてるっていうところも結構大きな原作の持ち味であったのでそこを変えるっていうのも結構冒険ではあったんですけどそれはもう伊藤健太郎の芝居でなんかナチュラルに。 やってくくれれたので全然違和感なく見れると思いますそこは伊藤健太郎さんあの本当にデザイン会社の中でちょっとこう、ね、浮かれてるようなシーンもたくさんあってたしそして、ね、あのどんどんこう夜の静やになっていく工程っていうのギャップがまたすごかったんですけど、はい、あれはどうやってこう自分ではそうですねあの自分の中ではあのデザイン会社で働いてるシーンというのは結構まとめて撮らせてもらったんですよ。 で夜の静谷をバーって演じさせてもらってで3日4日間ぐらいギュッとまとめてデザイン会社のシーンを撮るときは本当に別の作品にインするぐらいの気持ちで、はい、あの現場にいたというかあの全くテンションも違いますしやっぱ一番意識したのはあの、まあ、姿勢というかちょっとこう猫背っぽい感じとか、まあ、ビジュアルとしてそこのギャップがあればあるほど面白いんじゃないかなというのがあったのであとはもうテンションマックスで。 あの自分がやれる最大のテンションでやらせていただきました結構アドリブなところもあったんですかそうですねあの監督もあまりカットかけてくれなかったですよねそうだからその間もずっともうはっちゃけてましたね筧、はい、さんよく笑わずになんとか<笑>,笑っちゃったりしてた気がします <laughs> <laughs> でも本当にあに「昼静夜の時はお茶目に楽しく あの振り切って演じてくださるのでなんか夜静やとの差がすごい,あのいやこれ分かるだろうって思っちゃってたんですけどもう伊藤さんの芝居でかなりそこはあの差がつけられて別人のように見えてました。<laughs> ねえ本当にすごいその切り替えと思ったんですけど。